はい、こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所、鈴木芳生です。今日は2022年3月1日火曜日になります。いよいよね、3月になりました。今日、お客様からお問い合わせ、ご相談をいただきました、ご依頼をいただきました、内容ですね、冒頭にしてみました。まあ、パンク修理に関することなんですけども、空気圧が不揃いになってしまう、下がる、ですね。これがタイヤ2本ありますということで、車輪が2本ありますということでね、道路に落ちていた異物を踏んだことを覚えていらっしゃいます。これが原因となる空気漏れがあるんではないかということと、お客様ご自身でも空気圧をチェックされる方なのでね、他にもう一本、その異物を踏んだ、反対側の方の車輪もですね、少し空気が下がってしまっているのがあるということで、もしかすると何か、他にも原因があるんではないかということで、その2つの方向からですね、異物を踏んだことの対するお調べと、あとはその不揃いに下がる、他にも、空気圧が下がる車輪が出てきたということで、何か他に原因があるんではないかという方からのお調べと、2つ2系統のですね、お調べをということで、受けたまりました。そして今日は1日、こちらお調べをした後にもう発見しましてね、この後、補修修繕まで、全部終わらして、先ほどね、夜お客様にお引き渡しして、すっきりね、治ったわけですけども、この原因はですね、アルミホイール、ホイールの空気のバルブ、空気を補充したり、またタイヤ交換の時に空気を緩めてね、そこから空気をスーッと抜いてタイヤ交換に入っていきますけども、この空気のバルブ、空気バルブの根元からの微量な空気漏れが原因でした。わずかですね、4本のうち2本、少しずつ漏れているものと、ほんのわずかですね、ほんのわずか、時間をじっくり見ないとわからないような、わずかずつで、空気圧がね、下がっているものが、もう一本ございました。お客様がおっしゃっている通り、の状態がありました。これをですね、もう一つボードをちょっと作りましたので、ご覧いただきまして、こちらですね。はい、ちょっと大きいですから、ちょっと見にくいですかね。これはタイヤ、まあ、一番上の方ですね、1行目は青い字でニューの丸ホと書いたのがホイールっていう、新しいホイールというふうに見てください。新しいホイールと、足すプラスタイヤニューということで、まあお車が新しい状態で、タイヤもホイールも新しい状態とかですね、あとはタイヤホイールを同時に新調されて新しいものをご購入されたというふうに考えていただいてもいいでしょうか。タイヤホイール、丸方のホイールとタイヤが両方とも共に新しい状態、そこからですね、右矢印でメンテって書いて、メンテナンスとかですね、まあ、位置替え、ローテーションとか、空気補充とかしながら、まあ、使っていきますね。そして、何年かかけて、数年かけて、タイヤが使い切る摩耗期を迎えます。そして、摩耗したタイヤに対して、今度は、斜め下に矢印書きましたけど、またですね、今度は、タイヤの交換ということが今度出てきますね。摩耗した後に。タイヤ交換機、交換、また新しくするという。で、そして同じように、緑矢印でメンテナンス、摩耗期と、またそして斜め矢印下下がって、またタイヤ摩耗した後にタイヤ交換が来るわけですね。ただ注目していただきたいのはこのホイールの方ですね、ニューのホイールだったものを次下右足、下緑の矢印で、またホッと書いてあるところですね、継続と書きましたけども、ホイールは継続して使っていきます。まあ、一般的には、摩耗したタイヤからですね、ホイールを外して、そのホイールを継続使用して、今度タイヤを新しくしていくわけですね。その時にはホイールは、まあ、ホイールの使用の第1期とか第2期っていうふうに私ちょっと名前つけてみたんですけども、今度は
新しい2番目のタイヤをね、2回目のタイヤを使って、ホイールがまた頑張って、このまま、一緒に車輪として、使っていくということね。で、そしてまたさらに、3行目になりますと、ホイールの第3期にこう入っていって、ホイールはこのように、形が、壊れたりとかですね、何か不都合なことが出てきたりということ以外の時にはですね、一般的にはタイヤ、ホイールの方は継続してこのように使っていきますね。その時に、タイヤ交換と、この下のピンクの矢印で書きま、ピンクの字で書きましたけどもね、ホイールのメンテナンスはということでね、書いてみました。ホイールのメンテナンスっていうのはどうでしょうかね。どのタイミングで何をどこまですればいいんでしょうか。まあそのところをね、ちょっと紫の字で書いてみましたけども、この空気圧漏れ対策などと書きましたけどもね、私が店ですね、こちらの店舗の方で、お客様にご提案しているのは、まあ、タイヤ交換するときはですね、このホイールメンテナンス、ホイールをしっかり空気漏れのないように整備して、タイヤはもちろんね、すり減ったタイヤというのはこの役目を終えて、これからまた廃棄されていって、新しいタイヤは、タイヤ本体がね、すべてね、この新しいので、このタイヤの中心に入っていくホイールという方は、継続使用しますから、そのホイールの状態がいい状態ですね、タイヤ、新品タイヤに対して、同じ年数また使っていきます。タイヤとホイールをドッキングして、組み立てて、一つにしてですね、車輪にして、まあ、蓋をするわけですね、組み立てて。そして、そこから、パンクとか、そういうことがない限り、次のね、摩耗交換の時期まで、しっかりこう、頑張ってもらいたいんですね。ですから、このホイールの方の空気バルブ、今日お客様の事例にありましたけども、空気バルブとかですね、その他、空気漏れ対策、いろいろ項目はあります。こういうところをしっかり、店舗の方で私たちですね、取り組んでやってますのでね、ぜひ、タイヤ交換、の時に、タイヤだけ交換すればいいぞというふうに、簡単に、考えられるわけですけども、ただそこでですね、ちょっとホイールの方にも目を向けていただいて、ホイールの方にですね、目に見えないところですね、普段はこう外から車輪としてタイヤ、ホイールだけ見てますけども、ホイールからですね、ゴム製タイヤを外した時の状態ですね、これが私たちの工場の中でもね、一緒に立ち合い整備っていうのもやってますのでね、状態、ご自分のホイールが今こんな状態、こういう状態にあるなということをね、見ていただいて、こことここをこういうふうにしていきますということをね、ご説明しますのでね、ぜひ、この辺にご関心あります方、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。当店は店舗の LINE をね、用意してますので、LINE の方でね、一行、ちょっとメッセージを入れていただくと助かります。また、もう直接お電話での問い合わせ、直接もうご来店でのお問い合わせ、こちらももちろん受け止まっております。本日は最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。